ブレーキとタイヤがボトリと落ちます。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は6月の29日に川崎さんのエリミネーターからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは足回りのネジやナットの締め付け。一般的にバイクは600個から1500個の部品が使われていると言われています。当然これだけの数の部品をバイクの形にするには大量のネジが必要で、ネジ一本一本に組み付ける時の力が厳密に決められています。いわゆるトルク管理というもので、自動車業界に関わらず製造業界全体では割と常識になっている内容ですね。ところが工程管理が不適切と公式サイトに書いてあるのですが、これどういう意味なんでしょうかね。作業者のミスなのか工具の調子が悪かったのか、ちょっとよくわからないんですが、とにかくネジやナットの締め付けが甘いバイクがあるとのこと。このネジの場所が問題で、フロントキャリパーボルト、前輪のブレーキですね、そしてフロントホイール回転センサーそのものと、それを固定している部分のネジ、最後にフロントアクスルナット、タイヤそのものを止めているナットですね。つまりブレーキが外れて止まらなくなったり、タイヤとバイクがバラバラになって走っている途中バイクで転んで事故を起こすかもしれず、超危険な状態なので今回のリコールになっています。改善内容はこのネジやナットの締め付け直しですね。対象車種は川崎さんのエリミネーター。2023年4月18日から2023年5月29日までに製造された208台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。以前松田さんの解説で同じような不具合を解説しましたが、今回は対象がバイク、事故ったら命に関わるので必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は本田さんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。